父の名前は越後はじめです。所属部隊は硫黄島海軍警備隊本部です。43歳の時に出征しました。もう職業軍人ですから、そのまま覚悟をして行かれたと思ってます。私も小学校1年ですから、父の思い出というのは残ってないんですよ。ただ一つだけ、兄の学童疎開をしてた時ですね、その慰問のためにですね、お菓子をうちに持ってくんですね、まとめて。その入れる袋作りを新聞紙で作りまして、させられた。それでそれを持ちまして、父と一緒に慰問のために一緒に同行させていただいたという記憶はあります。終戦後はもう大変母が苦労したと思います。とにかくその大黒柱を失ったわけですから、母親一つの手で5人育てたわけですね。それでその針仕事をしながら、いつも立ち板の前でもってですね、針のお尻を押してる姿だけが印象に残ってますね。はい。私が知ったのはですね、母が亡くなった後に父からの手紙が、4通ですかね、あったんですね。2通は手紙が1通と、それからはがきでですね、木更津に待機してる時の出してるはがきだと思います。とにかく制空権がないもんですから、まだ4、5日は滞在するよというはがきの内容がありました。それから硫黄島に着いた時のはがきが2通ありましたですね。多分心配させないために書いたんだろうと思うが、こちらに来て食べるものはうまいよと、元気に飛び回ってるからこのまま行くと太るんじゃないかというようなことが書いてあったと思います。それはもう絶対もう今の知ってる状況からと逆なんですけれどね。そういう状況と、から手紙の中ではですね、父が細かなことまで書いてありましたね。そのうち強制疎開が始まるだろうと。たら福島の相馬に疎開しなさいとか、その時はお金は胴巻きに入れてちゃんと身につけなさいとか、それから木更津に滞在してる時にボーナスが出たとか、あるいはその妹が2人いるんですけれど、4つ違いだったんですけれどね、まあ、4歳だったんですね。その手紙の中にランドセルと外套を送ったとか、反物を送ったとかというような、かなり細かなことが書いてありましてですね、島に着いてからそれが着いたかと、手紙をくれというようなことが書いてありました。はい。ですからかなりそういう面ではいろいろ気を使った父親かなというふうに思っておりますね。硫黄島というのを知ったのは、母はですね、ほとんど父のことは話しませんでした。74歳で32年前に亡くなったんですが、おそらく生きるためにそれだけの余裕がなかったのかなという印象がありまして、実際私が硫黄島という話を聞いたのは多分社会人になってからだと思います。その間のことはうっすらとは知っていましたけれど、はっきり知ったのはそれからだと思います。とにかく私が小さい時に母に父はいつ帰るのかと聞いたことがありました。で、母は桜の咲く頃を帰るよという返事がいまだに覚えてるんですが、硫黄島が玉砕したのが3月17日です。父親の命日も3月17日です。それから考えますと、やはり母も帰ってくることを望んでいたんだと思います。覚悟は決めてたと思うんですよ、職業赴任ですから。平川さんのお母様が大変日記を書かれているということと、
詩を書かれてるんですね。その一編の中でこの母の思いが全く同じだっただろうというような想像をつくような日記があります。ちょっと読ませてもらってよろしいですか。この中に鳴子の詩というものがありまして、硫黄島、恐ろしきかな硫黄島、地獄の島、米兵に取り囲まれし哀れなる島、玉と散りにし君らの不滅の地、広告の柱とはいえ無残なり、硫黄島を砕けたり恨みを込めてという詩を歌われてるんですよ。これが全く私は平川さんに母の後ろ姿を見ているようだというふうにお話しさせたことがあるんですけれど、これがおそらく硫黄島の戦没者の妻だけでなくて、これは太平洋戦争のですね、亡くなられたそれぞれの戦没者の妻も同じ気持ちだろうと、思いだろうというので、今日ちょっと読ませていただいたことです。入間から、C1 の軍用機で、約2時間かかるんですけれど、とにかく初めて立った時は、何か硫黄島の土を踏んだ時には足が震えるようでしたね。特別な思いがしました。この島は本当に特別な島だと思いましたね。それが最初です。父親は警備隊本部号、それから最後の2月の初めの戦闘配置はですね、海軍の陸戦隊の号、そちらの配属のような配置表というのを見たことがあるんですが、手元にあるんですけれど、多分ここだろうというつもりであれするんですけれど、私はその陸戦隊の号だけじゃなくて本部号のが近いかなということで、向こう行きましてもお参りするのはですね、その本部号とから陸戦隊の号、その両方を行かせていただいてますけどね。とにかく慰霊するしか我々今のところ何もできないんですよ、はい、ですからどこで死んだ、どんなような戦闘をしたということは一切分かりません、はい、ただ一回硫黄島に巡回行った時に厚生労働省の方から遺骨収集も来てるよということを聞きまして、それで一回来てみたいなと思ったのがその時最初なんですよ。それで私も現職を離れましてから、兄の方がお前遊んでんなら少し手伝えということから、その慰霊巡拝あるいは遺骨収集に行かせてもらっていくに、その回を重ねるごとにですね、硫黄島の思いというものが深まっていく、知れば知るほど深いんですね。ですからこれは私だけの問題じゃないんですけれど、それぞれのご遺族がいますね。同じ硫黄島のですね、仲間がいます。なんとか力になれればというのも一つのきっかけだったと思います。ですからまだまだこれから先このご遺族のですね、お力をいただいてなるんだったら協力をしていきたいというのが今の思いです。東海岸の号が見つかった時ですね、3つぐらいの号の口が開いたんですけれど、一眼右側の奥の、大体遺骨は号の出入り口に多いんですよ。ただその一番奥に行った時にですね、大体4畳半ぐらいのこう多分その号の中で居住区だと思うんですね。それで真っ暗なんですよ。で酸素も非常に少ない状態で大勢で入れないということを言われてたんですが、一番奥に入って懐中電灯の光の先にあったのがですね、頭骨、白い頭骨が6つばかし号の壁際にですね、こうポツンポツンと地面に置いてあるんですね。でそれを見た時なんですけれど、その周りには銃とか武器は何もないんですよ。で鉄棒もかぶってないんですね。この方たちは最後どういう気持ちでここで亡くなったんだろうと。おそらくその自分たちのご家族あるいは子どもたちあるいは両親のことを思って
ただただ死を待つだけの暗闇の中でのその66年間だったと思うんですよ。それでまあ大体ご遺族はそうなんですけれど、そういうご遺骨というのは特別な感情があるんですね。あの地表で出たご遺骨とまた違うんです。早くこの自然の風と太陽の光のところに出してあげたいという気持ちが湧くんですね。それでそういう場面というのはこれからだんだんなくなっていくと思うんですけれど、今若いボランティアの方が大変多く参加していただいてます。去年の12月と今年の2月には約30名近い方々が来ております。そういうところを見ていただきまして、こういう無残なですね戦争というのは二度と繰り返してほしくないというようなことをお伝えしたいと思ってますね。なかなかそういう場面というのはだんだん少なくなってくる。今ただ集団埋葬地ですから、ご遺骨も積み重なっているような状態の中で撮ってくるんですけれどね、特別な感情が湧きます。あの場面見た時にはもう本当に汗とね、熱いんですよね、ものすごいね、汗と涙ぐしゃぐしゃになりますよ。若い方たちもそういう場面と大体同じようなことを感じると思うんですね。その感じたことを後世に何らかの形で伝えていただければと思います。我々もみんな年取ってますから、先がありませんから、ぜひ若い人たちにですねこの真実をですね伝えていただければと思いますね。